ははいどうももさんこんこにちは強いというものですこう、ね、今日も一日やっていきましょう。今日は2020年の1月21日の火曜日ということでしたが、はいえーまあ、昨日言った通りね、えー、学校はもちろんあるんですけどねバイトがなかったので今日は、えー、ちょっと久しぶりって言っても、まあ、2日会いただけなんですけど作品紹介やっていきましょう。えー、今日紹介する作品はですね、まあ、もうタイトルで分かっちゃってると思うんですけどね、えー、こちらです。サ、はい、サムネサムネネもうちょい近い はい。ということで、えー、今回紹介する、えー、作品は EXILE で EXILE ライブツアー 2007EXILEEVOLUTION ということでですね、えー、前回の、えー、作品紹介の動画で EXILE ライブツアー 2007EXILEEVOLUTION のなんか謎の DVD ということで紹介したんですけどまあそこでちょっと話出ちゃってたんですけどね「ライブ DVD 出てます」とか言っちゃったんでちょっと実際ネタバレだったんですけどまああのいいでしょうというか今日紹介していき,、ま、いきたいと思います。はいこちら エグザイルでエグザイルライブツアー2007エグザイルエボリューションの 2DVD 版ですね。はい、えー。エグザイルがまあ第二章になって、えー、7人体制になってからまあ初のライブ DVD になりますね。そしてまあ初のライブツアーでもあります。はい。裏はまあこんな感じ。ディスク1とディスク2と2つ分かれています。はい。中身はこんな感じ。今ちょっとびっくりしたんだけど、ディスク1とディスク2ってこうやって分かれてんだね。<laughs> こっちにあのカシカードに。 カ,シカードっていうかまあカ詞カードかカ詞カードで合ってるかブックレットの裏にディスク2が隠れているみたいな感じなんですねはいじゃ見ていきましょうはいブックレットですけどえ中に、えー、広告がはい当時の広告はいでんてんはい ABX ポイントはいはいこの感じねで、はいまあ、これもね逆なんでね僕からはちょっと目悪くて見えないんでまあここら辺ってことでやっていきましょうまず、えー、フェイズというのはもちろんエボリューションの あのー、ライブツアーですのでエボリューションの始まりを告げたこのフェイズというインストから始まりますはいそしてエボリューションでまあ e x ルが出てきましてえブリシングここまでは一緒ですねエボリューションこの間紹介したアルバムの収録曲の曲順と全く同じになっておりますそしてギバ、えーここからちょっと違いますね、えー、ギバーエールでチェンジマイマインドそして。 ホーリーナイトまでまあ、エグザイルがやりまして、そこからですね、えー、合ってるうん。合ってるね。いいね。今のところぴったりできてますよ。はい、そしてここから、えー、エグザイルスというか、まあ、当時はまだエグザイルすか、えー、エグザイル以外のまあ、エグザイルの仲間たちといった感じのアーティストが出てきまして、まずカラー、えー、エグザイルのアッシュが元々ね、えー、作ったコーラスグループなんですけど、エグザイルプレゼント、ボーカルバトルオーディションを経まして、新しいメンバー4人になりまして。 もともと t というメンバーはいたんですけども3人新メンバーを加えまして新生カラーということで新生カラーのファーストシングル「涙が落ちないように」という、えー、僕も、えー、動画で歌ったねいい歌ったと思います「涙が落ちないように」そして、えー、これもまた、まあ、同じく TAKAHIRO が。 輩出した高を輩出しかひろがねまあ受かって EXILE のボーカリストになりまして e x i l e フレ e ンスボーカルバトルオーディション2006アジアンドリームのファイナリストになりましたしジョンテという方がいたんですけども、まあ、その人がソロデビュージョンテということでしまして「揺れる」というこの曲もシングルですがはいを歌ってくれました、はい、<laughs> そして「ダンサーズアンセム」これはですねまあ、あのエボリューションの時もちょっと言ったんですけども。 岡村さん、えー、99の岡村さんが、まあ、この曲に乱入してきてっていう映像はねぜぜひぜひもうあの見ていただきたいんですけど見たことない人はねはいもうあの結構有名な映像なんで知ってる方も多いかなと思いますがこの、えー、DVD に入ってる映像はですね岡村さんが出てきた公演の映像ではなくてですねはいえー、まあ同じ ツアーででははあるんすすけども違う日のの公演 dvd になっております、はいそして「ウォンビロングフューチャリングネーバーランド」ということで、えー、こちらもですねまあ,あのカラーとジョンティ続いてネーバーランドそして続いてノーアザーマンフューチャリング7ということで、えー、続いて7さんということで結構ここら辺はフューチャリング作品や違うねアーティストの作品が。 続きますねこんな感じで、えー、この時は奈、ま、々、あ、さん出てこなくて映像になってますねはいほ、えー、の公演では出てきたりもしてました、はいえー、そしてここからディスク2の内容に入りまして「えー、ラバー・ズアゲイン、はい」これもですね、えー、岡村さんが出てきた有名な映像があるんですがその映像ではありませんそして「カナた」からここへそして、えー「メドレー」に入りまして「 キャリーオン・トゥギャザー・イグジット・ヒーロー・チューチュートレインということで、まあ、ここら辺は全部歌いましたねシングルですはい第1章の時のまだ TAKAHIRO、えー、で歌い直した音源が出てない時代なんで TAKAHIRO、まあ、が歌った、まあ、初めての公演という感じでございますね、はい、そして「ドリームキャッチャー道」ということで本編はここで終わります、えーまあ 簡単に言うとエボリューションのツアーなんでね EXILEEVOLUTION に収録されている曲を、まあ、曲順通りにやったりとかね、えー、してます。「カナたからここへ」とかはもうこのライブツアーでしか聞けない、はい、曲なんで、えー、このねライブ DVD めっちゃ貴重なんですけどもそして「アンコール」ということでですね うん、アンコールあってね今んとこぴったりだよねアンコールで「サマータイムラブ」というこれちょっとねネタバレになっちゃうんですけど次のシングルですねえ当時はもう出てたのかなどっちなんだろうなちょっと微妙なんですけど、まあ、同時期ぐらいに発売されました「サマータイムラブ」という、はい、曲新曲ですねここでアンコールの初めて新曲を歌うということでそして「ワンラブこれもあのエボリューションで、ね、あの最後の曲になったですねはい「c a r 新星カラー」ラーですねで「ジョンテ」で「まあ、ネバーランド」ということでみんな写真しっかりね載ってますね はい、結構ねライブ写真集みたいな感じになってますのでぜひ見ていただきたいなと思います。はいということで、まあ、こんな感じですね。アンコールは2曲ということでうーん、まあ、基本的にはまあさっきも言った通り「エボリューション」に入ってる曲はまあほぼ全曲歌って、まあ、ちょっとメドレーが第一章のメドレーがあったという感じですね。結構もう かっこいいんでもう当時の EXILE もキレッキレですからね本当に、まあ、今もキレキレなんですけど続いてこちら EXILEEXILE ライブツアー 2007EXILEEVOLUTION の 3DVD 版ですねはいまあ、さっきのが通常版で、まあ、これが初回版という感じなんですけどパッケージは全く一緒ですねちょっと太いっていうだけはい。 ディスク1、ディスク2はもちろん同じ内容です。ライブ本編ですね。で、ディスク3にですね、これ見にくいな、えー、さっきから何回も話に出てます。エグゼイ e レゼンツボーカルバトル a ー b の2 0 0 6アジアンドリームのえのー、日本武道館の公演がまるまる1本、だからライブが2本入っている感じになってます。まあでもね、しっかりまあ僕の動画を、ね、見てくださっていて、記憶力がいい方なら分かってくれると思うんですけども、えー、この間紹介しました、前々回ぐらいに紹介しましたね、エグゼイ e エボリューションというアルバムがあったんですけど、それのあの、判例の、あの、 トドロキ君ね届きくんだっつって紹介したエボリューションがあったんですけどそれの3枚目の、えー、違う2枚目の DVD か二枚目の DVD にも全く同じ内容収録されてました、まあ、つまりですね、あのー、全く同じ映像が、はいえー、使われております、はい、<laughs> それは結構ねあの x i l エボリューションのあっちの紹介版豪華版を買わなかった人にとっては結構お得なんですけど。 まあどっちも持ってる人にとってはまあ全く同じ内容しかもかなり長いですよライブ1本ですから長い映像をねもう一回見させられるというはい感じでございます僕もねほぼ連続でねそれ見ることになるんでねもう内容を覚えちゃうぜみたいな感じだったんですけどもそしてまあここ,これディスク3ですねはい EXILE ボーカルのトロオーディションということでまあこの映像は本当何回見てもいいんではい,いいんですけどそしてはい中身はですねこっちの方はもう一緒ですねはい。 ら広告がないい珍しい全く一緒なんでここはもう飛ばすというか、まあ、一応こうパラパラめくっていく感じにしましょう1ページですね、えー、写真も特に変わった様子はなくですね全く同じ、まあ、すり替えられても気づかないという感じですねはいここも写真も一緒ということでそして新しく小冊子という感じで e x i l e ボーカルバトルオーディション2 0 0 6 a ジ e ンドリーム a m のなんかこうパンフレットみたいなのがねついてますけども、えー、これに広告があそうですねここに広告ついてますね山内や,、まあ、やめてくれよこれ <laughs> 当時の広告なんですけどねバリ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 ねあのネタバレしてきやがるぜ次のアルバム <laughs> 次のアルバムのネタバレしてきやがったぜはいもううかつには開けませんねはいこんな感じですこれはもう TAKAHIRO が EXILE になった瞬間の写真ですねもう素晴らしいということではいということで、まあ、こんな感じになってますライブ DVD なんでね、うん、結構定価もお高いです 2DVD 版の方がですね、書いい、てあるかなはい、2DVD 版の方が4980円そしてこっちの 3DVD 版の方が5980円ということで、まあ、実質この3枚目の、ね、ボカルバトルオーディションのやつはもうすでに出てた映像ではあるんですけどプラス1000円でついてくる感じになりますね、はいえー、僕はですね、えー、先にこっち買いましてこっちの 3DV d の方を買いましてこっちは確かね、中古屋で500円ぐらいで買いました、はいえーそして その後にこっちを100円で買ったんですけどもまあ正直こっち買っちゃえばこっちいらないんであの全く同じ内容が入ってるだけなんでね、えー、普通の方はこちらをぜひぜひ買ってみてください、えー、今の価格だとこちらはですね、えー、この間も僕の行きつけのところに行ったら100円で売ってましたそしてねこの間これっちもね100円で売ってたんですよでもまあ,あのそれは結構レアというかラッキーだと思うので う500円僕と同じように500円以下では買えると思います結構売れた DVD なんでねありますでもあのオカザイルを、えー、期待して買ってはいけません結構あのネットのレビューとかでも言われてるんですけどこれあのさっき言った通り岡村さんが出たライブツアーなんでオカザイルが入ってると思って買ってしまうと はい、ちょっと痛い目見ます。はい、一切岡村さんは出ておりません。はい。えー、後に、えー、発売されるアルバムにて、そそちらの映像の方もね。映像化されておりますので、そちらをぜひぜひ買っていただけると、でも、岡村さん出てなくてもね、このエンターテイメント、さすが素晴らしいので。はい、さすが素晴らしい、素晴らしい出来なので、ぜひぜひ見てください。はい。じゃ、何歌う、見ましょうかね。はい、うん、まだ歌ってない曲が少ないんでね。もうほとんど歌ってしまっているので。 オッケーほとんど歌ってしまっているので難しいところなんですがカラーの涙が落ちないようにもう歌ったしな何しましょうかね難しいなここで「サマータイムラブ」を先取りしちゃうっていうのもまあ一つの手なんですけどもシングルの時困るからうん <laughs> ちょっとあごめんなさいこれもね歌っている途中にねいっちゃうね た3曲あーもうダメだごめんなさい本当にいしょ「エール」と「カナタからここへ」と「ドリームキャッチャー」の3曲は歌ってないんですけど正直自信がないんですよ。<laughs> あの歌詞見ても歌える自信がなくてうんいやどういう曲かも,もちろん分かるんですけどね大変なことになっちゃうんでねうん全然決まんないな。 ちょっとこうしてみていただいてはいすいません本当今日は <laughs> あじゃあその3曲をもうくっつけちゃいましょうか3曲メドレーでいきましょうよしあ嘘ノーアザーマンもあるわじゃあ4曲になっちゃうのかまあいいかノーアザーマンはじゃあまあ今言ってないんでいつかのためにとっておきましてエール 彼方か,からここへ「ドリームキャッチャー」の3曲をまあサビだけつなげていきましょうかねはいいやまあちょっと歌えるところまで歌います、まあ、どんな感じになるかあのだからえ何にしましょうかね EXILE ・エボリューション新曲メドレーですかねはいお願いします 勇気を出すこと忘れかけていたいつも分かっていても一歩目が踏み出せない 届かない思いさえも何か変えると信じてどうしても弱気になる自分に減るを僕らはこの夢をきっと叶えてゆ 「追いかけ続けると」「新しい今日を始めよう」「今しかないこの時」「この夢がまた一つ今日もほら僕を変えてゆく」 さあ、伸ばした手に掴むもう。時間と空をそばに抱き寄せて。強い愛と小さな夢。二人だけの未来を進んで行けるから。 どこまでも続いてるよ夢へと繋がる道苦しみや痛みさえ生きている証だからいつまでも進んでくよ終わりなんてないのさ叶えてゆく心に決めて 未来へはい、超うろうぼエグザイル、エボリューション、新曲メドレス <laughs> エールってこんな難しい曲なんですね本当にあのエグザイルでも一に争うぐらい難しい曲なんじゃないかなエール、はい、ということで 今日はこれで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ってくださいました。ここがわと、そちらに登録、ぜひよろしくお願いします。そして、ツイッターのフォローもね、よろしくお願いしますね。そして、僕は、そして、コはレコードでレベルがあります。私もぜひチェックしてだけるとありがたいです。ということで、明日は、まあ、水曜日なんですけども、あ、またバイト休み取っておりますので。はい、作品紹介できるかなと思います。もう、あの、多大なネタバレをね。今日の動画でされたんですけど、まあ、あの、懲りずに見ていただけると嬉しいです。ということで、強くでした。また明日の日常でお会いしましょう。ギリギリ15分に収められた。バイバイ。